司令部から飛行ユニットの配備の連絡がありました。座標をポイントしたので向かいましょう。わかった。兵器の足元は危ないですね。どこか別のルートを探した方がいい気がします。飛行ユニットはこの先のビル屋上に配備されてますね。危険ですが、あの大型兵器の足元を通らないとたどり着けそうにありません。気をつけていきましょう。集中しているハブの情報を表示します。
ちに飛行ユニットの場所まで移動しましょう。上空は敵の対空兵器で危険です。低空飛行で接近してください。了解。適応型兵器前期機能停止を確認。敵兵器が再充電してます。敵兵器の振動さらに増加中。戦闘地域の地下空間が共鳴しています。数百年も姿を現さなかったエイリアンが地下にいるだと。全ヨルハ部隊へ。数百年もの間発見されなかったエイリアンたちの反応を確認した。知っていると思うが、エイリアンは機械生命体たちの司令塔だ。エイリアンを殲滅すれば長きにわたるこの戦争も終結する。現在技術部の方で電波発信源の解析を進めているが、情報が不足している。地上にいるヨルハ部隊は本案件に対する情報収集を最優先しろ。この好機を逃してはならない。人類に栄光あれ。司令部の情報をもとに信号発信源を予測。マップにマークしました。でもこれ地下の深めの場所みたいですけど。行ってみればわかるよ多分。 2B って大雑把なところがあるんですね。
トゥビー、反応があった陥没地帯の地下に行ってみましょう。こんな巨大な空洞がどうして。地形が陥没してる。もともと地下に空洞があったみたいですね。ここの通路は昔からあるみたいですけど。生命体たちの残骸が。でもこれ、ずいぶん昔からここにあるような感じですね。この場所は？データベースに該当する情報はありませんね。
to be。 あれ、破壊されたエイリアンの母船が。ようこそ我が創造主の墓場へ。お前たちは。なあ、こいつら殺していい。イブ、落ち着け。まだ話は終わっていない。分かったよ、姉ちゃん。私の名前はアダム。君たちアンドロイドが探しているエイリアンはもういない。何百年も前にこいつらは私たち機械生命体が絶滅させた。絶滅させた。今度絶滅するのは君たちアンドロイドかな。機械生命体は自己進化を繰り返して強化されていく兵器。ネットワークの上に芽生えた知性、創造主はそれを凌駕する。大して自分は必要としない。自分たちの創造主を倒すなんて。いいんだ、こんな奴。植物のように単純でくだらない構造の生き物。価値は私たちが今日の月にいる人類。人類。そう、人間は魅力的だ。理解不能だ。記録によると同じ種族で大量に殺し合う。愛し合う。その行動原理は目を見張る不可解さ。私たちはその真理に迫りたい。だがその模倣作品であるアンドロイドの諸君に調査を手伝ってもらいたいと思う。手伝う。そう、月にいる人類を引きずり下ろして生きたまま分解して分析してその秘密の全てを暴く。これが素敵だ。僕にそんなことやらせるわけないだろ、トゥービー。こんな奴らに惑わされちゃダメだ。ああ、じゃあ交渉は決裂というわけだ。滅ぼすしかない。君たち、ここにいる対立宇宙人同様。そろそろ時間だ。これが私たちの創造主の末路。お前たちが信じる人間はどうかな。逃げられた。エイリアンたちがすでに滅んでいた。トゥビー、とりあえずバンカーに戻って報告しよう。